うん、でちょっとこう肘をこう曲げて、もうちょっとこう、ねじみさんの会社がやっぱり、本当ね、会社が返すってイメージあるじゃない、ねじみさん。この状態で持ってる感じ。これも左手でもしくは左手で一本でるんですけど、こういうことですね。一緒です。でもここを畳んでるこの筋とこう守れるんですけど、これをこうやるとこういう気になっちゃうんです。こっち引っ張れなくなっちゃう。片手だったらこういうことですね。この軌道を守るにはこれこう引き上げないと、これがこう伸びていくとスライス、スライス。で、あんまり引っ張らないゆっくり、肩も入ってるんで、そして手で打つんじゃなくて、ここら辺で肩を回してくれる感じで、手がこのままで、そういう感じですか。これがこう力が入れてないと、この近い力がこう回ってくるんで、球がスライス。そうです。ああ、それやってるんだ。苦しい。追加してやってたけど、少しは。うん、こうクラブをこの一本で持ってる感じでこういうのを上げて、こう左手が伸びてね、こう敵を邪魔しない。そっかそっか、伸びすぎてこういう姿勢にやっちゃうとこうなりますよね。はいはいはい、うん、だからこの手を邪魔しないと、このこう引いてこないと自然に畳まされてないんですよね。たわしお風呂で伸びてるからこう力入ってくるんで、こっちから入ってきちゃう。間に合わないからやっぱ腕で下ろすんでしょうね。そうですね、